8時になりました。明日8月9日水曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況。午後に発表された有望 IR、 注目の決算、その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日の注目度ナンバーワン決算、配当関連情報、明日のデイトレ候補、半導体ウォッチ、商社株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、最後に去年の今の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは407ドルの上げ、プラス 1.16%、 ナスダックは85ドルの上げ、プラス 0.61%、 日経は122円の上げ、プラス 0.38%、 1ドルは 143.29 円、円安に触れ143円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは値上がりが999銘柄、値下がりが769銘柄、変わらずが65銘柄、上げと下げが拮抗した状況です。アメリカは前週末までの3営業日でダウ平均は560ドル余り下落していたことと、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が今の利上げのサイクルのピークに近いと述べたことで買われております。日本の方はアメリカ市場の流れと円安の進行で買われました。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 4.0% 台で推移しております。ドル円の方は円安に触れ143円台で推移している状況です。業種別株価指数の方は上げが優勢な状況となりました。電気ガスの上げが目立ちます。一方、保険業の下げが目立っている状況です。売買高ランキングの方は上げ下げまちまちな結果となりました。1位のレーザーテックの売買代金は増益と増配を発表したことで、久々に3000億円台を突破いたしました。半導体は本日上げ下げまちまちな状況です。川崎汽船は踏み上げ相場となり大きく上げております。東芝が TOB 価格4620円を意識した買いで上げています。川崎重工は 67% の増益を発表しましたが売られております。今日の動きとしては注目はやはりレーザーテックでした。こちら15時に出た記事ですが、レーザーテックが急伸、4月から6月期の受注回復基調と増配計画が買い戻しを誘う。7日の取引終了後に23年6月期の連結決算を発表した。合わせて公表した直近3ヶ月の4月から 6月期の受注高は前の期比 11% 減の584億5000万円となったものの、前四半期比では 73% 増と回復基調を継続した。さらに前期の年間配当をこれまでの見通しから2円増額した上で、今期の年間配当予想は前期3円増配の183円に設定しており、買い戻しを誘発する流れとなった。23年6月期の売上高は前の期比 69.1% 増の1528億3200万円、最終利益が 85.8% 増の461億6400万円と、7月24日に開示した内容と同水準となった。今期の業績予想は同日にすでに公表を済ませており、売上高で前期比 24.3% 増の1900億円、最終利益で 1.8% 増の470億円を見込む。なお、同社は今期から受注高予想を非開示とした。短期変動が大きく、中長期的な成長トレンドを予測する指標としての
信頼性が低下したためとしている。本日レーザーテックは、東証プライムの全売買代金の10分の1が集中した状況です。次に、本日のヒートマップですが、赤と緑が入り混じる上げ下げまちまちな状況です。非耐久消費財のセクターの上げが目立ちます。経済スケジュールの方は、今夜の貿易収支が注目ポイントです。日本は8月11日は休場です。そして引け後に発表された有望 IR です。まず神戸製鋼所。神戸製鋼所はご存知の通り鉄鋼の大手です。上期計上を 56% 上方修正、通期も増額、未定だった配当は50円増配という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結計上利益は前年同期比 19.7% 増の359億円に伸びた。合わせて上期の同利益を従来予想の450億円から700億円に 55.6% 上方修正し、増益率が 7.6% 増から 67.4% 増に拡大する見通しとなった。上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の1300億円から1450億円に 11.5% 上方修正し、増益率が 21.7% 増から 35.7% 増に拡大する見通しとなった。同時に従来未定としていた今期の上期配当を45円実施するとし、従来未定としていた下期配当も45円実施する方針とした。年間配当は前期比50円増の90円に増配となる。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 1.5% から 5.7% に大幅改善した。こういった内容の発表です。本日の株価は1582円。出来高は960万株です。この960万株とほぼ同じくらいですが、950万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月5日に629円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして8月2日に1613円ですので、ここが最高値です。このように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安です。今回の増配で配当利回りも 5.69% 非常に高配当になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に AI メカテックです。AI メカテックは半導体パッケージやフラットパネルディスプレイの製造装置の会社です。今期計上は 2.3 倍増で5期ぶり、過去、最高益更新という発表がなされました。23年6月期の連結計上利益は前の期比 18.3% 減の 5.5 億円になったが、24年6月期は前期比 2.3 倍の13億円に拡大を見込み、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。第4クォーターの連結計上利益は前年同期比 35.7% 増の 11.3 億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の 10.8% から 15.0% に大幅上昇した。こういった状況です。本日の株価は2066円。出来高は11万株です。この11万株の2倍くらいですが、22万株の信用買いざんがある状況です。1年の株価の動きは3月16日に1290円ですので、ここら辺の位置。そして6月22日に2283円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。
次に J トラストです。 J トラストは中堅のノンバンクです。今期最終を 27% 上方修正という発表がなされました。23年12月期の連結最終利益を従来予想の130億円から165億円に 26.9% 上方修正し、増益率が 2.9% 増から 30.6% 増に拡大する見通しとなった。なお、上期の業績見通しは引き続き開示しなかった、といった発表です。本日の株価は459円、出来高は71万株です。この71万株から比べるとかなり多い数ですが、1000万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは3月16日に371円ですので、ここら辺の位置です。一方、1月26日に590円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味してもかなり割安です。配当も 3% を超えていて良い状況です。信用買いが非常に多い点はご注意ください。次にレオパレス21です。レオパレス21はご存知の通り、建築請負と賃貸の会社です。第一クォーター経常は 2.6 倍増益、上期計画を超過という発表がなされました。24年3月期第一クォーターの連結経常利益は前年同期比 2.6 倍の 68.5 億円に急拡大し、上期計画の57億円に対する進捗率が 120.2% とすでに上回り、さらに前年同期の 48.6% も超えた。第一クォーターの売上営業利益率は前年同期の 3.5% から 7.2% に大幅改善した、といった発表です。本日の株価は300円、出来高は480万株です。この480万株の3倍くらいですが、1500万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは6月28日に261円ですので、ここが最安値です。一方、5月の10日に394円ですので、ここが最高値です。1ヶ月以上このように横横での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にジャパンエレベーターサービスです。ジャパンエレベーターサービスはエレベーターやエスカレーターの保守・保全業務を行う会社です。今期経常を 16% 上方修正、最高益予想を上乗せという発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結経常利益は前年同期比 25.0% 増の 13.2 億円に伸びた。合わせて通期の同利益を従来予想の57億円から66億円に 15.8% 上方修正し、増益率が 11.8% 増から 29.4% 増に拡大し、従来の7期連続での過去最高益をさらに上乗せした。なお、上期の経常利益は従来予想の22億円を据え置いた。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 12.3% から 13.8% に上昇した、といった内容です。本日の株価は1716円、出来高は20万株です。この20万株の 1.5 倍くらいですが、30万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月16日に1531円ですので、ここら辺の位置です。そして4月3日に2193円ですので、ここら辺の位置です。このように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。このように下げトレンドで信用買いも多い、この点は
空売りに狙われやすいという点はご注意ください。次にサンクゼールです。サンクゼールはクゼ福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品の製造販売を行う会社です。第一クォーター計上は 5.5 億円、進捗率 33.4% という発表がなされました。24年3月期第一クォーターの連結計上利益は 5.5 億円となり、通期計画の 16.6 億円に対する進捗率は 33.4% となった。本日の株価は2631円、出来高は25万株です。この25万株の 1.5 倍くらいですが、35万株の信用概算がある状況。1年の株価の動きは8月1日に2371円ですので、ここが最安値です。一方、4月10日に4735円ですので、ここら辺の直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。下げトレンドで信用買いが多い点は空売りに狙われやすいので、この点はご注意ください。次に注目の決算です。本日発表された注目の決算です。数が多いのでポイントのみお話しいたします。まず川崎重工。こちらは11時30分、場中発表です。最終、今期最終は 67% 増益。そして引け後ですが、15時にソフトバンクグループ、第一クォーター最終は赤字縮小。そして資生堂、上期最終が 28% 減益で着地。4月から6月期も 74% 減益。IHI は第一クォーター最終は 34% の減益。サムコは上期計上が 5% 減益で着地。4月から6月期も 22% の減益。マツダは第一クォーター営業は黒字浮上。そしてヤマハ発動機は今期計上を 1.4% 増益に上方修正。最高益。配当も15円増額。バンダイナムコは上期計上を 5% 上方修正。出光興産は第一クォーター計上は 76% の減益。トレンドマイクロは上期計上は 10% の減益。住友林業は今期計上を 25% 上方修正。ダイキン工業は第一クォーター計上は 5% の増益。神戸製鋼、先ほどお話した通りです。そして MS&AD は第一クォーター計上は 35% の増益。キリンホールディングスは上期最終が 42% 減益で着地。4月から6月期も 30% の減益。ニトリは第一クォーターの経常利益は335億円という発表になっております。その他の IR です。本日 IR 非常に多く208件出ております。数が多いので売買代金10億円以上のもののみ読み上げます。気になるところは一時停止でご覧ください。こちらはずっと今お話ししてきた内容です。ここまでが今お話ししたところです。ここからお話しいたします。森永製菓は 24% の増益、宝ホールディングスが 17% の減益、アルフレスタホールディングスは 73% の増益、そしてレゾナックは赤字縮小に上方修正、未定だった配当は65円実施、そして東京大岡工業は 23% の減益、J タワーは 46% の減益ですが、通期計画は超過。関西ペイントは 29% の増益。USS は 10% の増益。小林製薬は 3% の増益。今期配当を4円増額。住友大阪セメントは黒字に上方修正。太平洋セメントは 36% の増益。
東海カーボンは24%の増益、三井金属は5%の下方修正、楽天銀行は23%増益、アマダは60%の増益、ハーモニックドライブは82%の減益、高取は78%の増益、売田工業は17%の増益、大福は4%の下方修正、THK は25%減益に下方修正、アルバックは7%の増益、横川電機は5.8倍の増益、アズビルは71%の増益、シスメックスは7%の増益、名村造船所は45%の減益、そしてニコンは29%の下方修正、リコーは16%の増益、大日本印刷は14%の減益、アシックスは31%の上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も11円増額、マルイグループは2%の増益、ケーズホールディングスは56%の減益、東急は11%の上方修正、九州旅客鉄道は60%の増益、マイクロ波化学は赤字拡大、NTT データは30%の減益。以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は日本山村ガラスでした。上方修正を発表したことにより、前日比24.4%の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第2位はプロパティエージェント。増益を発表したことにより、前日比21.2%の株価上昇。ただし、本日よりで買って引けで売ると、マイナス3.9%の損失となっておりました。第3位は日本ドライケミカル。増益を発表したことにより、前日比19.7%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると、0.5%の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。13位まで、26位まで、39位まで、52位まで、65位まで、78位まで、91位まで、104位まで、117位まで、130位まで、143位まで、そして149位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高7件出ております。フルーツ、焼津水産化学工業は2日連続、JS コムホールディング、データアプリケーション、ロックペイント、日本ラット、日本山村ガラス。このうちクルーズは増益です。焼津水産化学工業は TOB です。データアプリケーションは増益、ロックペイントは減益になっています。日本ラットは黒字浮上、日本山村ガラスは53%の上方修正です。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は JS コムでした。前日比35.0%の株価上昇。第2位は日本山村ガラス。前日比24.4%の株価上昇。第3位はプロパティエージェント。前日比21.2%の株価上昇でした。値下がりの方は第1位がモダリス。前日比マイナス29.6%の株価下落。第2位は阪神内燃機工業。前日比マイナス18.8%の株価下落。第3位は東京通信。前日比マイナス13.1%の株価下落でした。新規上場スケジュールです。8月2件予定されている状況です。JRC がいよいよ明日上場いたします。
そしてもう1件は8月30日、クロースへの上場予定のインバウンドプラットフォームです。初値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。決算ラッシュも9日目が終わりました。今回の決算ラッシュは8月14日月曜まで続き、残りあと3営業日です。私が買った場合は日曜の夜にまとめてメンバーシップでお話ししますので、よかったらメンバーシップにご参加ください。明日8月9日ですが、408件が予定されている状況です。今週の注目銘柄、このような予定になっています。数が多すぎるため、売買代金10億円以上の銘柄のみお話しいたします。10億円未満の銘柄を含めた全データについては、この動画をご参照ください。情報修正期待銘柄についてもお話ししております。まず、場所発表ですが、11期にクラーレ、そして博報堂、鹿島建設、DIC、サワイグループ、日本電信電話、NTT ですね。石油資源開発、森永乳業。このうち博報堂は貸借倍率1倍割れです。そしてここからは引け子になります。セコム、ヨンポホールディングス、住友大阪セメントは本日年初来高値を更新しています。そしてハセコー、日本エクスプレス。このうちセコム、損保、住友大阪セメント、アセコー、日本エクスプレスは貸借倍率1倍割れの状況です。そしてテルモ、マイクロアド、ブリヂストン、日揮ホールディングスは本日年初来高値を更新です。そして本田技研、インペックスも年初来高値更新、アサヒグループ、ネクソン、サントリー食品、SMC、ロート製薬、富士フィルム、JMDC。このうち、ネクソンが貸借倍率、割れてないですね。失礼いたしました。そして、引き続きになりますが、ソニーグループ、いすゞ自動車、ピジョン、共立メンテナンス、DeNA は本日年初来安値を更新しています。三菱マテリアル、コーセー、オリンパス、円谷フィールズホールディングス、GMO インターネット、GMO ペイメントゲートウェイ、ゲームカードジョイコ、デジタルガレージ。そして浜松ホトニクス、ペプチドリームは本日年初来安値を更新、ユニバーサルエンターテイメント、日本空港ビルディング、コカ・コーラボトラーズは本日年初来高値を更新、そしてカバーが予定されています。次に明日の注目度ナンバーワン決算です。数が多いため、ポイントのみお話しいたします。まず、ソニーグループ。昨年、前回の4月28日の決算発表では、今期最終は 10% 減益という発表でした。そして、NTT は前回5月12日、今期最終は 3% 増で4期連続最高益、実質増配という発表でした。そして、本田技研は前回5月11日、今期最終は15%増益、30円増配という発表でした。そして、オリンパスの前回5月12日は、今期最終は 2.3 倍増で3期連続最高益、2円増配という発表でした。そして、SMC の前回5月15日は、今期計上は 17% 減益。インペックスの前回5月10日は、今期計上を 7% 上方修正。そして、ブリヂストンの前回5月15日は、第1クォーター最終は68%増益。そして、ソンポホールディングスの前回5月19日、今期計上は2.6倍増で、2期ぶり最高益、40円増配。カバーの前回5月12日は、今期計上は37%増で、5期連続最高益更新。鹿島建設の前回5月12日は、
今期計上は 4% 減益、前期配当を8円増額、今期も70円継続。そして5月12日の朝日グループは、第1クォーター最終は 4.6 倍の増益。ネクソンの前回5月10日は非対値だった上期最終は 13% 増益。そして前回5月10日の富士フィルムホールディングスは、今期税引き前は 5% 増で4期連続最高益。前期配当を10円増額、今期は20円増配という発表でした。そしてテルモの前回5月15日は、今期最終は 13% 増で6期ぶり最高益、4円の増配という内容でした。みすゞ自動車の前回5月12日は、今期計上は 2% 増で3期連続最高益、前期配当を7円増額、今期は1円増配という発表でした。厚生の前回5月11日は、第1クォーター計上は 2.2 倍増益。以上です。次に配当関連情報です。こちらが8月の高配当ランキングです。8月の権利付き最終日は8月29日火曜日です。8月も損益を検証してまいります。詳細についてはこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、コムシスホールディングス、明治ホールディングス、免疫生物研究所、高田インクス、パーク24、ブラザー工業、日本電波工業、内海造船、中西、伊藤基。このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです。半導体、本日は上げ下げまちまちとなりました。まあ、レーザーテックだけが上げたという形です。上げ下げはしておりますが、やはりこのところの上げから比べると、そう大きな変化にはなっていません。次に生成 AI ウォッチです。本日珍しく凸版印刷が値上がり率第1位でした。ただ、値上がり率自体はそれほど大きくなく 3.4% でした。値上がり率1位から15位まで、そして30位まで、そして45位まで、57位までです。5月12日からの値上がり率で見ると、引き続き第1位は弁護士 .com です。ここ2週間ほどずっと上げっぱなしで会長に飛ばしている状況です。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に商社株ウォッチです。本日は揃って上げとなりました。詳細はこちらの動画をご参照ください。最後に去年の今についてお話しです。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年の8月16日について振り返ります。この日は GDP が昨日もお伝えいたしましたが、引き続きの情報修正で続伸している状況です。そしてポートが大幅増収増益で前日比 17.9% の株価上昇。A バランスが 86% の増益を発表して、前日比 16.4% の株価上昇。プロジェクトカンパニーが情報修正を発表したことにより、前日比 16.4% の株価上昇でした。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。